場へ1本目のビートよろしくお願いいたします。やばいね。さあこれに勝るかそれとも同じぐらいやばいビートが流れるか2本目お願いいたします。どうしたんですか、やばすぎませんけど、ちょっとそれではまず聞きましょう。1本目のビートがいいという人、2本目、2本目でいきましょう。さあ残るところあと2試合です。全力で声出して盛り上がっていきましょう。先行クラッシュ高校戦発祥節4本定時表へピンザピー、同じ試合ばっかりつまらなかったろ、やっと噛み応えがある MC なんて殴り込みに来たぜ。埼玉から東北全てをぶち上げる MIC で嘘偽りなし、抜き足差し足のエクスタシー、内容がある俺も内容ある、こいつじゃなく俺が最強はしたら、ついにこっちも同じこと言いたいよ。相手の手不足はねえ、打足はねえ、お前の声ぶつける相手には俺で十分だ、足速ねえから語ってこいや、感じるエクスタシー、俺らは一生解けない方程式のエックス、それを求めてはるばる山形まで来た、埼玉の熱量どんなもんじゃい、教えてみたい、俺が去年の KOK のチャンプで埼玉の熱量は俺で味わいね、俺は山形とか各地各所より埼玉のラボで、俺は機種勤めてラップをして仲間を上げてスタジオを作って、要は埼玉に貢献じゃねえよ、俺と俺の仲間がねば必然と上がるよ。お前そんなことじゃねえだろって、そんな熱量仙台の先輩に山ほどいるぞ、言葉借りるってディスはよく出ない、鼓膜と心臓分かってない、栄誉を上げていく会社わったもんか、分かってる、お前がスタジオ作った何をやった、どんなもんか俺はよく分かった、電車そんなラップなんか聞きたかね、死に上がれ死に込み上がれ聞き下がれ、分かった、じゃあ仙台の熱量俺はまず一つ言っとけろ、埼玉の熱量見せろって言われたら俺は自分で答えた、ライブに呼ばれてる意味をよく考えろ、俺のライブは音源爆発炸裂、ライブよく見とけ、俺が呼ばれてるのが俺の熱量だよ、これが実績だよ、全部わかるか、お前バトルしに来た、じゃあ音源ライブどうしたろ、それを持ち込んでこそラップは熱量わかってる、 OK 上がる KOK、 俺は狙う焦点で、まして悪いけど俺今日ライブもあるよ、このバトルが終わった後ライブするから見といてくれ、ラッパーとしてフライヤーを見てない MC ってどうですか、よろしくお願いします。ラス君に大きな拍手を。